はい、ゆうすけです。今回はドッカンバトルの新規 &SSR SR 確率超超超アップのガシャを5回引きたいと思います。で、開催期間は2015年の6月30日の17時から7月7日の14時59分までです。で、はい、6月30日から始まってたんですけど、ちょっと石がなかったんで、はい、あの、通常のクエストとか、ミッションクリアして、なんとか集めました。はい、で、新キャラは SSR のスーパーサイジン3の孫悟空と、同じく SSR の魔人ブーアク。で、SR のピッコロ、ビーデル、トランクス青年期、あとレアのヤムチャと、ネイルですね。はい、というわけで5回引いていきます。新キャラだと、魔人ブーアクが欲しいですかね。とりあえず、SSR が欲しいです。なんでもいいんで。いきなりサイヤ人来ましたよ。そうですね、あの確率アップが超超超アップなんで、かなり期待ができるんじゃないかなと思います。はい、1回目お願いします。あ、トランクスか。はい、新キャラのトランクス青年期ですね。はい、速度と体属性 25% アップなんで、そこそこいいんじゃないですかね。ターン開始時にアタックとディフェンス 20% アップもありますし。よし、とりあえず持ってない SR ゲットできたんでいいですね。はい、2回目。いや、トレクルの方でちょいいの引けたんで、ほんとね、もうあとドッカンバトルだけなんですよね。ドッカンバトルで SSR 引けたらもう、はい、もうかなりやる気が。お、またまたトランクスのレア。これは一応持ってないですね。よし、サクサクいこう。3回目。サイヤ人は来ない。いつ弾けるんだろうな、SSR は、本当に。あ、SR じゃないですか。新しいピッコロ。あ、これも、リーダースキル。速と力、アタック 25% アップ。いいですね。2属性のアタック 25% って、結構強いと思うんですけど。威力メーター5以上でアタック 25% アップです。まあ、ピッコロも結構好きなキャラなんで嬉しいですし、持ってないキャラの SR2 体なんでなかなかいいです。はい、いいんすけど、やっぱ SSR1 体ぐらい欲しいっすよ。もう結構引いてますからね。はい、あれ、はい、4回目。もう普通の悟空ですけど、どうかな。頑張って集めたからね、石。あ、また SR。 あ、いいですね。劇場版の天津飯。よし、 OK。 すごい、4回引いて SR3 体。最後来て、SSR 来て。あー、普通の悟空か。また引けないのか。
ヤムチャっすね。はい、新キャラのレアのヤムチャ。持続性の記録プラス1。ガードが決まるとさらにダメージを 30% 軽減ですね。なるほど。得意属性の相手のボス1体とかで使えそうですね。はい、というわけで5回引いた結果はレアのトランクスとヤムチャで、 SR がトランクス、ピッコロ、天津飯でした。まあ、5回引いて3体 SR でしかも持ってない SR だったんで良かったんですけど、いや今回も SSR 引けなかったですね。でも石もゼロですね。やばい。まあ、でもまだいいですかね。通常のクエストをまだやってないのもあるんで。はい。はい、というわけで今回も SSR 引けなかったんですけど、まあまあの、はい、結果でしたね。超アップなんで、SR もそこそこ引けたんでよかったです。はい、ご視聴ありがとうございました。